誰もが突然に始まったでたらめなシナリオの上で、それは映画のような、まるで映画のような、どこにでもあるストーリー。間違いだらけの道のりで丸つけられるのはいくつだ。何が良くないのか、どこが良くないのか、まで教えてくれよ。明け方の妄想、貴重な逃避行と勘違いの言語ごっこ、もう終点視点でどうしようもこうしようもないよな。こんなはずじゃなかったよなって、どんなはずだったんだよなって思えば思うほど、いやこれじゃないない、あまり悪いような、向いてないない、まっすぐやめてしまうか、そりゃない。誰もが突然に始まったでたらめなシナリオの上で、何かを演じるの、誰かを演じるの、そんなわけがないだろう。